天皇家にとっての控訴神、天照大神。天照大神は、皇太神宮では、天照正大神という神名で祀られています。この天照正大神や、天皇という言葉に共通する、正とは、国家を統べる統治王としての役割を持つ存在の名称である、スメラの御事のスメを意味しているんですけれども、実は、スメには、滑る以外に、もう一つの意味があると考えられるのです。それが、滑る。以前の動画でもお伝えしていたように、統治王たる、スベとしてのスメラに対し、このスメとは、祭祀を取り行う際に必要な、みそぎ払いし浄化する存在、すなわち、スメる役割としての祭祀王を意味する、スメラがあったのではないか、という考察を展開していました。要するに、一口にスメラの御事と言っても、スメラとスメラという統治王と祭祀王の役割が、この一つの言葉には含まれているということなのです。そして、統治王たるスメラが表の天皇家の役割なのであれば、祭祀王たるスメラとは裏の天皇家の役割だと考えられます。もし、そうなのであれば、統治王としての天皇家の控訴神、天照正、スメ、大神に対して、祭祀王としての裏天皇家にとってのスメラの神も存在しているということになるのです。では、裏天皇家にとってのスメラの神とは一体何なのでしょうか？実は古代において、スメ神と呼ばれた存在が別にもう一柱存在しているのです。それが、鹿のスメ神。裏の天皇家に通じるスメ神の秘密を紐解く鍵となる歌が、奈良時代末期に成立した万葉集に収録されています。ここで登場する天照大神以外のスメ神、鹿のスメ神とは一体どんな存在なのでしょうか？一般的に鹿のスメ神とは、筑前の国、長谷屋郡に鎮座する宿内社、鹿海神社に関わる存在と解釈されています。以前の動画でもお伝えしていたように、古代より竜の都と称えられ、玄界灘に臨む海上交通の要衝である、博多湾の総鎮守として鹿の島に鎮座し、信仰されてきた鹿海神社。この地で奉祭されている存在は、世持つ国から帰還したイザナギがみそぎ払いによって生み出した、渡積三神です。ここで注目すべき点は、鹿海神社という神社の名称に刻まれている海とは、まさに渡積の海を象徴しているのに対し、万葉集の歌にある鹿の爪神、すなわち、鹿海神社の鹿に対応する存在は、渡積と別に存在していると解釈されているということ。事実、同じ九州の肥前の国には、鹿神社という鹿狼が祀られている神社が存在しているのです。ここで祀られている鹿狼の正体、それが、住吉狼。先ほどもお伝えしていたように、世持つ国から帰還したイザナギは、死者の国の汚れを洗い流すみそぎ払いをしたと伝えられています。そこで、鹿海神社の主祭神である、渡積三神と同時に生まれた存在が、鹿狼と称される、筒の三神。すなわち、住吉狼です。そこ筒の、中筒の、上筒能の三柱の総称でも知られる住吉狼とは、第15代王神天皇の母である神宮皇后に神がかりした存在としても知られ、神宮皇后が三冠征伐に出兵した折には、この住吉狼の加護が大いなる戦果をもたらし、その航海の無事が認められたということから、海の神、航海の神として熱い崇敬を集めるようになった存在です。
またこの住吉狼が海の道を導く存在、航海の神というのは、この神の別称ともいえる筒の王の筒にも暗示されています。以前の動画でも詳しくお伝えしていたように、筒とは古代海洋民族たちにとって航海のための目印としていた星のこと。特に筒の王三神の場合は、和名で包み星と呼ばれたオリオン座にあるオリオンの三つ星のこととされています。さて、そんな筒という航海においての導きの神格をその名称に持つ住吉狼なんですけれども、この住吉狼を指すと考えられる鹿狼の鹿に込められた暗号も、実はイザナギのみそぎ払いの段を注意深く読むと見えてきます。当然、先ほどの動画でもお伝えしていたように、この鹿には鹿の意味もあるんですけれども、もっと根源的な意味も含まれているということです。というのは、神聖な水によってみそぎ払いをしたイザナギは、まず八十マガツヒ、大マガツヒという薬剤を司るマガの神を生みます。この次にイザナギはカンナオビ、大ナオビというナオビの神二柱を生むんですけれども、ここにあるナオとは、まさにマガを直す、言い換えると曲がったものをまっすぐ直す役割、すなわち汚れを象徴するという意味を持っているのです。事実、その次に生まれた伊豆の目の伊豆とは、伊豆という汚れのない神聖で象徴な存在という意味を神明に持っています。そしてこの直後に同時に生まれたのが渡墨と住吉狼です。つまり、これら二柱の神々とは、マガが直になった流れを持つ存在だと言えるのです。そして、ここで重要なのは、このマガを洗い流す、言い換えると直す意味でのこれは、鹿と読まれていたということ。要するに、鹿の狼の鹿自体には、直接的な意味である鹿以外にも、鹿という罪や汚れを象徴に流すという意味も含まれているということなのです。実はこのことは住吉狼の神明にも暗示されています。住吉狼とは、古事記においては住之井の見前の狼であると記されています。ここでいう住之井とは、当然住吉の語源となった言葉なんですけれども、住は墨に通じる言葉とされています。事実、住吉の別表記には、これらの言葉のほか、こういった言葉も文献には残っているのです。こういったことから、墨の絵の見舞いの狼、言い換えると、住吉狼とは、まさに表上の天皇家の高祖神、天照らします、スメ大御神という、滑る意味でのスメラ神に対して、裏の天皇家が包裁する、住める意味でのスメラ神であると解釈できるのです。近年、裏天皇というと、ヤタガラスの一族を指すという見解が多く見られます。ここで言うヤタガラスとは、初代天皇、神武天皇を熊野の地から大和の地へと導いた導きの存在である鴨の竹つの実の別名であり、後世、陰陽道によって天皇家を裏で支えた山城の国の鴨氏や、大和の国の葛城の鴨氏らと深く関わる存在です。この鴨の竹つの実の系譜は、鴨玉頼姫、鴨和慶勝地と続いていくんですけれども、興味深いのは、以前の動画でもお伝えしていたように、天部氏が代々宮司を務める元伊勢と称される丹後の国一宮、この神社の極秘伝によれば、この神社の主祭神、彦穂明とは、山城の鴨分け和氏と異名同心であると伝えられ、八田ガラスの末裔である鴨氏と天部氏は深い関わりがあったとされているということです。このことは、八田ガラスと住吉狼を結ぶ重要な鍵となります。というのもですね、先ほど裏天皇の神の一柱と解釈した、住める意味でのスメラ神である住吉狼を祀る全国の住吉系神社の総本社とは、摂津の国一宮住吉大社なんですけれども、
ここで住吉狼を代々奉祭してきたのは積もり氏という一族。何を隠そう、この積もり氏とは天部氏から出た一族なのです。つまり住吉狼を奉祭する一族と八田ガラスの一族は天部氏を通じて深く関わっているのです。古くより住吉大社に伝来してきた住吉大社神代記にも、この住吉狼と八田ガラスの一族をつなぐ興味深い一文が記載されています。それは住吉狼の子神とは同じく摂津の国に鎮座する阿智早尾神社の神であるということ。阿智早尾神社の主祭神、それが一般的に大国主と田子姫の子神と伝わる存在、阿智月高彦根、別名を鴨大御神。この大御神という称号は古事記においては天照大御神とこの鴨の大御神にしか付けられていないことからも、とても特別な称号であるということがわかります。こういったことからも天照大御神というスメラの神に対するスメラの神とは、この隅に通じる住吉大神、さらには住吉大社神代記でその子神とされ、大御神という特別な称号を持つ、八田ガラスとも関わる存在、鴨の大御神であり、これらの神々こそが、裏天皇家にとっての重大な神だったと解釈できるのです。本日の動画の中で登場した、阿智早尾神社や住吉大社などをめぐり、隠された住神の秘密をより深掘りしていくバスツアーの参加者を募集しています。詳細は概要欄にある URL からご確認ください。応募期限は10月10日23時59分までです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。